これから表示される例のように、A の文を B の文に変えてください。では、練習を始めましょう。例。経済が発展します。経済が発展していきます。1。この会社で働きます。2. 将来も日本語を勉強します。3. 大学でも柔道を続けます。4. 日本でも IT の研究をします。5. 石油の価格は上がるでしょう。6. インフレは進むでしょう。7. 日本語の勉強は難しくなります。8. この町の人口はだんだん増えます。いかがでしたか？では、正解を見てみましょう。1. この会社で働きます。この会社で働いていきます。2. 将来も日本語を勉強します。将来も日本語を勉強していきます。3. 大学でも柔道を続けます。大学でも柔道を続けていきます。4. 日本でも IT の研究をします。日本でも IT の研究をしていきます。5. 石油の価格は上がるでしょう。石油の価格は上がっていきます。6. インフレは進むでしょう。インフレは進んでいくでしょう。7. 日本語の勉強は難しくなります。日本語の勉強は難しくなっていきます。8. この町の人口はだんだん増えます。この町の人口はだんだん増えていきます。